複数の対空カットイン発動判定が全艦対応になりました。今回は新しい対空カットイン環境で使いやすくなった艦を装備の積み方含めて紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回どうやってやっていくかと言いますと、制空権シミュレーターの中にある機能を使わせていただき、対空砲火の対空カットインの合計発動率が 90% を超えている艦を紹介します。実用性のある装備の組み合わせのみを紹介するので、あまりにも対空カットインのみに振った装備の組み合わせは除外で、当然ですがシミュレーターでの発動なのでズレが生じることもあることをご了承ください。それではまずは秋月型ですね。光学砲2本プラス電端で 92.3% と仕様変更後一番恩恵を受けたのが秋月型。補強動説なしでもこの発動率になるのは非常に強力ですね。次に補強動説に降車装置を積んだ場合は発動率が 95.3% まで上がっています。降車装置プラス光学砲の種別紙9の対空化って今そこまで強力じゃないので、発動しないよりはいいぐらいっていう感じですかね。マヤ買いに広角砲プラス特殊機銃プラス対空電端固有対空カットインの組み合わせが 90% を超えています。補強動説に特殊機銃積んだとしたら高い発動率を維持しつつ、過去使われていた魚雷2本装備で魚雷と対空のダブルカットイン仕様、あとは手法扱いのアトランタ広角砲を使えば手法プラス偵察機で連撃装備もできるマヤカーにも復権と見ていいかと思います。イスズ買いに広角砲プラス対空電端プラス機銃の固有カットイン、そこにさらに特殊広角砲、まあ特殊広角砲というのは対空8条の広角砲のことを指します。対空カットインのボーナスは高くないですが、発動率は高く野戦連撃も維持できるので対空カットイン感が少ない状況では優秀になりました。始めたばかりだと特殊広角砲が入手しにくいのが難点ですかね。まあ特殊広角砲なしでも一応 80% 程度の発動率あります。そして特殊光学砲を2本にしても固有カットイン判定はそのまま、特殊光学砲2本プラス対空電端の汎用対空カットインが追加され、発動率がさらに上昇させることもできます。艦が少ない状況でイスズも対空カットイン艦としておすすめできます。天竜海に光学砲3本プラス機銃でまさかの発動率 90% を超える天竜海に、連合艦隊第一艦隊に軽巡が必要で射程端の対空カットインが欲しい場合の候補になるかもしれません。ただ固有カットインのボーナスはお察しですね。浜風磯風を使い、正直話題にすら上がらなかった秋月型以上の不遇だった2隻もようやく他のカットインに邪魔されず固有カットインが使えるようになり、光学砲プラス対空電端に特殊光学砲と降車装置でかなり高い発動率になりました。特殊光学砲2本にしても固有カットインを発動するので汎用対空カットイン複数と固有カットインでボーナスは秋月型に劣るんですが、十分実用範囲になったかと思います。秋月型より固有対空カットインは弱いですが、その分ステータスが高いので火力とかを考えると十分出番出てきそうです。ヤマト武蔵買いに10センチ連装光学砲群集中配備2本プラス即距離電端で発動率が 90% 超え、ヤマト武蔵同時運用なら10センチ連装光学砲集中配備1本ずつ装備でも十分な気もしますが、1隻に対空カットインさせるならこの積み方かなと。一応手砲1本プラス鉄鋼弾プラス偵察機で弾着艦装射撃も可能ですね。ということで紹介は以上です。アトランタやフレッチャー機は以前と変わらず強力なままなので省略しています。今後は対空カットイン艦として今まであまり出番がなかった艦にも活躍の機会がありそうだと今回調べて感じました。対空カットインのボーナスについても別の動画で紹介していますので、よかったらどちらも参考に見ていただけたらと思います。概要欄に記載しておきます。それでは動画を終わりたいと思います。この動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。